野英孝の行くと死ぬかもしれない肝試し成仏編。さあ、始まりました。亀井子の死ぬかもしれない、はい、ということで、はい、ただこちらのメンバーで皆さんよろしくお願いします。今回もお願いします。今回こちらの山の方に来てるんですけど、今移動中ですね、バス降りてここに来る道中にですね、アーリー先生が何か言ってましたね。何か言ってましたね見えただの見えなかったの、何でしたっけ。山なのか木が嘘と茂ってるものなのか、すぐそこにある山ですよね。そうですね、はい、そこのところにものすごく大きなちょっとこうゴツゴツっとした顔が木の間のところに浮かび上がってたんですよね。大きさ的にはもう こっち側にだって今から行くのに関係ないところに。そうですね、やっぱり山なんでね、そういう山の神的なものがいてたのかして、とにかく山の神、はい、まあ要するに箱根駅伝みたいな感じなんです巨大ロボット級のものがドカッと顔だけ、ね、巨大なね、そっちの方の、はい、大きい方ですね。さっきカメラマンさん変なもの撮ってました、この位置で。あれ映ってますね。え半透明の白い、何これ。なるほど、色違う、そこだけで次の瞬間撮った連写で撮ったやつに映ってないんですよ。だから一瞬だけ出た、仮ライトじゃない、あ仮じゃないですよこれ。これもうちょっと、うわちょっとなんか科学的に否定して、ちょっと信じたくないんだって俺こういうの。 N 市 S 神社、30年以上前に廃墟化し謎の宗教団体によって建てられたという神社。訪れた少女が悪霊に取り憑かれるなど奇妙な噂が絶えない不気味な心霊スポット。こういう放置されてると実際もうお祭りする人がいなくなるわけじゃないですか、うん、それはもう違う魔物が入っちゃうとか、あとまあさ、もともと祀られた神様っていうものがちょっとこうしょぼんな感じになってしまって、どんどんあの霊落していくってよく言うんですけれども、うんうん、もっと祀ってよっていう形でアピールしてくる、それが人にとって害で、ちょっと神様への概念変わってきちゃったもんね。いやでもそのやっぱ廃墟にしたのは人間ですからね。行ってみよう、はい、はい、行ってみようとは、行ってみようとは言うものの怖いな、うん、鳥居がありますよ。あこっちがね、早速この鳥居で奇妙なものを発見する。あれだ、トライ系だ、あの中国の人とか祀ってるからトライ妖怪の可能性もありますよね。あなんか書いてあるんですね。ですか、これ。京僧、中国人の人の名前が入ってる、なんですね、サンサンサンって、だからチャイニーズの方、何これですよね。なんか和風と中国が混じってる、ね、そうですね、人は得体が知れないですね。いやでもさ、あ中国人が祀ってるってことは普通の神社じゃないってことだよね。そうですよね。うわ、二つ目の鳥居がちょっと見えてきましたよ。あ、本当だ、ほらあるね、なんか感じます。デジカメってこんな風に撮れるんだっていう、いや鳥居がちょっとこうパパパッとこうブレちゃったような感じ、写真に写る奇妙にブレた鳥居、これは一体どういうことなのか。うわ、あさ、これが3つ目あ、3つ目よ、また鳥居、はい、なんか書いてあるね。こんなの初めて聞いた、神様。これなんでこんなに鳥居があるんですかね。なんなんですかね、なんでこんな鳥居があるんですかね。これもう3つ目でしょ、だって3つ目ですね。いや、もともと古い神社は1の鳥居、2の鳥居、3の鳥居というように3つある場合もあるんですよ。なるほど、だからまあその流儀にのっとった神社なんでしょうね。なるほどね。結構2つ目の鳥居が結構簡素な感じでしたですね、まあ、あっちから多分昔は一番最初の手前の鳥居、あの立派な鳥居はなかったんじゃないような気がしますね。道を進むとついにある建物を発見する。ちょっと待って、うわあ、なんかあるよ、小屋、小屋、小さな小屋があるね。小屋あるよ、なんか鳥居があるよ、小屋あるの、鳥居がいっぱいある、鳥居めちゃめちゃある。ちょっと待って、お家じゃないこれ、これ住んでる誰か、怖い。だってそこ行き止まりになってるからさ、はい、あんまりみんなで行かない方がいいんじゃない。なんで、英子ちゃん一人のパターンじゃないこれ。いやいやみんなで行った方がいいですよ。番組恒例一人肝試し、カノが挑戦。もう覚醒した、はい、もう狩野英孝を新しく見せてあげようよ。ちょっと待って、あのなんか
こっち窓割れてたり開いてたりして、うん、家の中が見えるんですよ。中入っちゃう、うん、なんでやめて中の写真も撮ってきてよ。一瞬中の写真ちょっと欲しいな。ちょっと待って、マジ怖いんだけど。あの子供がそこいてるんで、多分男の子が一人立ってますよ。どこに？そこの戸口のところです。戸口のところ、うん、彼女中まで行っちゃおう。ちょっと一回子供避けて、あの隣の晩御飯的なやつで、うん、米瀬さん風のやつで。まずとりあえずこう鳥居が、うん、1、2、3、3つありますね。3つある。そう見えてんのよこっちから、うん、数えれる。そこじゃないのよ、エコちゃん。俺が欲しいやつ何？中ちょっと待って、マジお家の方欲しいのよ俺。マジ言ってる？え、あのエコちゃん、そこほら窓ガラス割れてるところあるんじゃない？はい。あそこからちょっと顔出してよ。いや、首切れる、うん、あそこからちょっと顔出して。何ちゅうツッコミですか？ちょうど今ライト当ててるあたりのところが、その小学校1、2年生ぐらいの男の子が今ちょっと中から、うん、覗いてるみたいですね。どう？顔がね、ちょっと、うん、どうですね、横に大きく広がってる、ちょっと尋常じゃないお顔の子ですね。尋常じゃないってどういうことですか？あまりあのいい状態じゃない。いい状態ちゃいますね。妖怪化し始めてるってことですか？そうです、ちょっと悪霊化してるっていう、はい、ちょっとマジ、柴田さんお願いします。柴田さんお願いします、まあ、俺ゲストだぞお前、まあ、ゲストだ。お前がやんなくてどうすんだよ。それちょっと久しぶりに怖いっすわ。結構ごめんね、もう答えは聞いてないボケだからちょっとやらして。いいって言ってる。あのみんながもう気にしてるからさ、なんか無粋な顔、無然とした顔でじーっと見てます。降りてきてください、ちょっとやばいんで。やばいの？はい、やばいって言ったらどうしようもできないじゃん。だってちょっとね、目つきがだんだん悪くなってきてるのでね、うん、うん、で集まってきてるんですよ、はい、中にやっぱいてるみたいで。ここでカノがとんでもないことを口にする。窓から手を入れて取ったら取れますか？取れるかもしれない。ビンタロ先生ちょっといいですか？そう、まさか手切らんように。お家の中ライトでお世話に行けよ。これビンタロ先生あのカノ行けよ。一緒に行ってきてよ。なんでビンタロ先生に行かすんだよ。写真がある。足元気をつけてください。全員で建物内を覗くことに。大丈夫ですか？なんかそこで男の子の霊の正体が明らかになる。関係ないよ。中に何かある？写真があります。写真？人んちの写真がいっぱい出てきました。男の子の写真があります。さっき言った男の子の写真だ。多分あの男の子の写真があります。なんと男の子の写真を発見。ちょっと先生怖い、やばい。これ4、5歳ぐらいの子と小さい子、どうですか？ね、よっちょ、あの見えた子。アーリン氏が確認を取る。これは違うだろうけど、顔的にはこっちの子、この子に似てるんですよね。骨格とかはすごく似てるんですよ。もう死んじゃったってことですか、この子？わかんないですね。それとも生き霊とか残留しねえ。それ写真になんか書いてないですよ、年月日的なやつは。書いてないんですよ。でも相当古いですよ、これお母さんのファッションとか。あ、これ俺がガキの頃みたい。じゃあ僕らのお母さんというか小さい頃みたい。そうです、昭和ですよ多分これ。でもこのなんか荒れ方は半端ないっすよ。建物内部は冷蔵庫やテーブルなど家財道具が残ったままの状態。ここに住んでいた人物はなぜ姿を消したのか。さらにもう一体不気味な霊がその姿を現す。子供の霊以外で何かいるんですか？女性の霊ですね。あの顔があって長い首が出てって、今そこからこう顔が出てたんですよね。これちょっとヤバい目ですよ。ちょっとヤバめです。これいよいよって感じだね。次回ついに我々の前にこの神社に祀られた神がその姿を現す。うん、それ怒ってますね。時短だ踏んでるんで。OKOK、一回出ましょう、一旦出ましょう、一旦出ましょう、一旦出よう、出よう。狩野英孝の行くと死ぬかもしれん。死ぬかもしれない肝試し成仏編。さあ、始まりました。亀井子の死ぬかもしれない、はい、ということで、はい、ただこちらのメンバーで皆さんよろしくお願いします。今回もお願いします。今回こちらの今山の方に来てるんですけど、今移動中ですね、バス降りてここに来る道中にですね、アーリー先生が
なんか言ってましたね。なんか言ってましたね。見えただの見えなかったの。何でしたっけ。山なのか木が嘘と茂ってるものなのか。すぐそこにある山ですよね。そうですね、はい、そこのところにものすごく大きなちょっとこうゴツゴツっとした顔が木の間のところに浮かび上がってたんですよね。大きさ的にはもう こっち側にだって今から行くのに関係ないところに。そうですね、やっぱり山なんでね、そういう山の神的なものがいてたのかして、とにかく山の神、はい、まあ要するに箱根駅伝みたいな感じな巨大ロボット級のものがドカッと顔だけ、ね、巨大なね、そっちの方の、はい、大きい方ですね。さっきカメラマンさん変なもの撮ってました、この位置で。あ、これ映ってますね。え半透明の白い、何これ。なるほど、色違う、そこだけで次の瞬間撮った、はい、連写で撮ったやつに映ってないんですよ。だから一瞬だけ2、3、3つありますね。3つある、そう見えてんのよこっちから。うん、数えれる。そこじゃないのよ、エボちゃん。俺が欲しいやつ何。中ちょっと待って、マジお家の方欲しいのよ俺。マジ言ってる。え、あのエボちゃん、そこほら窓ガラス割れてるところあるんじゃない。はい、あそこからちょっと顔出してよ。いや、首切れる、首切れる。あそこからちょっと顔出して。何中突っ込みですか。ちょうど今ライト当ててるあたりのところが、その小学校1、2年生ぐらいの男の子が今ちょっと中から、うん、覗いてるみたいですね。どう？顔がね、ちょっと、うん、そうですね、横に大きく広がってる、ちょっと尋常じゃないお顔の子ですね。尋常じゃないってどういうことですか。あまりあのいい状態じゃない。いい状態ちゃいますね。妖怪化し始めてるってことですか。そうです、ちょっと悪霊化してるっていう、はい、ちょっとマジ、志麻さんお願いします。お願いします。俺ゲストだぞお前。ゲストだぞお前が。やんなくてどうすんだよ。それちょっと久しぶりに怖いっすわ。結構ごめんね、もう答えは聞いてないボケだから。ちょっとやらして。いいって言ってる。あのみんながもう気にしてるからさ、なんか無粋な顔、無然とした顔でじーっと見てます。降りてきてください、ちょっとやばいんで。やばいの。はい、やばいって言ったらどうしようもできないじゃん。だってちょっとね、目つきがだんだん悪くなってきてるので。中国人の人の名前が入ってる。何ですの。サンって。だからチャイニーズの方。何これ。ですよね。なんか和風と中国が混じってる。そうですね。一体得体が知れないですね。でもさ、中国人が祀ってるってことは普通の神社じゃないってことだよね。そうですよね。うわ、二つ目の鳥居がちょっと見えてきましたよ。あ、本当だ。ほら。あるね。なんか感じます。デジカメってこんな風に撮れるんだっていう。いや、鳥居がちょっとこうパワーってこうブレちゃったような感じ。写真に写る奇妙にブレた鳥居、これは一体どういうことなのか。うわ、あ、さ、これが3つ目。あ、3つ目や。また鳥居。はい、なんか書いてあるね。こんなの初めて聞いた、神さん。これなんでこんなに鳥居があるんですかね。なんなんですかね。なんでこんな鳥居があるんですかね。これもう3つ目でしょ。だって3つ目ですね。いや、もともと古い神社は1の鳥居、2の鳥居、3の鳥居というように3つある場合もあるんですよ。なるほど。だからまあ、その流儀に乗っ取った神社なんでしょうね。なるほどね。結構2つ目の鳥居が結構簡素な感じでした。ですね。まああっちから多分昔は一番最初の手前の鳥居、あの立派な鳥居はなかったような気がしますね。道を進むとついにある建物を発見する。ちょっと待って、うわー、なんかあるよ。小屋、小屋、小さな小屋があるね。小屋あるよ。なんか鳥居があるよ。小屋、鳥居がいっぱいある。鳥居めちゃめちゃある。ちょっと待って、お家じゃないこれ。これ住んでる誰か。これだってそこ行き止まりになってるからさ、はい、あまりみんなで行かない方がいいんじゃない。なんで。英子ちゃん一人のパターンじゃないこれ。いやいやみんなで行った方がいいですよ。番組恒例一人肝試し、カノが挑戦。もう覚醒した、もうカノ英子を新しく見せてあげようよ。ちょっと待って、あのなんかこっち窓割れてたり開いてたりして、うん、家の中が見えるんですよ。中入っちゃう、うん、なんでやめて。中の写真も撮ってきてよ。一瞬中の写真ちょっと欲しいな。ちょっと待って、マジ怖いんだけど。あの子供がそこいてるんで、多分男の子が一人立ってますよ。どこに。そこの戸口のところです。戸口のところ、うん、彼女中まで行っちゃおう。ちょっと一回子供避けて、あの隣の晩御飯的なやつで、うん、
米重さん風のやつで。まずとりあえずこう鳥居が1出た。カリライトじゃない。カリじゃないですよこれ。これもうちょっと、うわちょっとなんか科学的に否定して。ちょっと信じたくないんだって。じゃあこういうの。N 氏 S 神社。30年以上前に廃墟化し、謎の宗教団体によって建てられたという神社。訪れた少女が悪霊に取り憑かれるなど、奇妙な噂が絶えない不気味な心霊スポット。こういう放置されてると実際もうお祭りする人がいなくなるわけじゃないですか、うん、それはもう違う魔物が入っちゃうとか、あとまあさ、もともと祀られた神様っていうものがちょっとこうしょぼんな感じになってしまって、どんどんあの霊落していくってよく言うんですけれども、うんうん、もっと祀ってよっていう形でアピールしてくる。それが人にとって害で。ちょっと神様への概念変わってきちゃったね。いやでもその廃墟にしたのは人間ですからね。行ってみよう。はい。はい。行ってみようとは。行ってみようとは言うものの怖いな。あ、鳥居がありますよ。あ、こっちがね。早速この鳥居で奇妙なものを発見する。あれだ。トライ系だ。あの中国の人とか祀ってるから、トライ妖怪の可能性もありますよね。あ、なんか書いてあるんですね。